さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。85回目の今回は、チョロの愛称で親しまれた選手の紹介になるよ。その選手とは、南海に23年在籍していた、広瀬義則選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。広瀬義則、1936年8月27日生まれの85歳、広島県佐伯郡大野町出身の元プロ野球選手だよ。引退後は監督、野球解説者を務めていたよ。大竹高校時代は2年秋から投手を務め、3年夏にはエースと4番として活躍したよ。また二塁走者を牽制しようとするが、野手が動かないため、自分でマウンドから二塁へ向かって走って走者を刺した、という逸話を残しているよ。高校の後輩には後にプロでも活躍した美濃田がいるよ。2年生の頃、先輩だった森内に誘われて、地元の広島東洋カープの入団テストを受験し、森内と共に合格したが、卒業と同時に入団した森内に対し、広瀬は遊び半分で受験したために、入団はしなかったよ。1954年の広島大会予選で敗れた際、南海ホークス監督の鶴岡の知人で、広島商業高校時代の同期だった、上原の強い勧めで、南海の入団テストを受験。上原は、広島県内の有望な高校生を、次から次へと南海へ送り込んでおり、弱小高校ながら、広瀬の活躍が上原の目に留まったものだったそうだよ。テストでは2軍練習へ参加し、翌日に大阪スタジアムで行われた近鉄パールス戦へ先発登板したが、広瀬は3回を投げて、1本塁打3失点と結果を出せなかったよ。それをネット裏で見守った鶴岡は、大したピッチャーとちゃうで。法政に行かせとけと言ったが、上原は広瀬を推薦し、高校卒業後の南海ホークスへの入団が決まったよ。1955年、投手として南海に入団。しかし首脳陣にアピールするために、肩を作らないまま投げ込み練習を続けた結果、肘を痛めて、投手としての練習を行えなくなってしまったよ。そこで広瀬は、高校時代から武器にしていた、持ち前の俊足と強肩を生かすために、野手転向を決意し、同年6月に自ら二軍監督へ申し出て転向。当初は外野手だったが、後に内野手へ変更されたよ。1956年4月26日の阪急戦で、米田から公式戦初打席初安打を放ち、同年7月29日の高橋ユニオンズ戦では、先発出場して4打数4安打、初盗塁も記録するなど活躍するよ。7月31日の大エイスターズ戦でも、2打席連続で安打を放ち、プロ初打席から、7打席連続安打を記録。1957年シーズン途中からは、遊撃手に抜擢され、114試合の出場で、規定打席に到達していないものの、打率2割8分4厘、25盗塁を記録してレギュラーに定着。1958年も120試合に出場し、規定打席に初めて到達、打率2割8分8厘、33盗塁を残したよ。1959年には打率3割1分を記録し、遊撃手として、チームの日本一に貢献するなど、充実したシーズンを送ったよ。同年の巨人との日本シリーズでは、全4試合に2番打者として出場、16打数5安打1打点を記録。この派手はなく、もろくから7だったが、1957のレギュラー時から、プロノとされていたよ。遊撃手としては守備範囲が広く、無類の強肩だったが悪送球が多く、1958年には葛城と並ぶ、リーグ42個の失策を記録しているよ。1961年に守備位置が、同じルーキーの小池が入団すると、小池の遊撃守備を見た広瀬は、自分より堅実な小池に任せた方が、チームのためになるのではないかと考え、監督の鶴岡に自ら提案して、8月からセンターへ転向。同年は打率2割9分6厘を記録し、リーグ優勝に貢献。巨人との日本シリーズでは、第4戦に堀本から本塁打を放ち、26打数7安打4打点と活躍したよ。同年は42盗塁で初めて盗塁王に輝き、以降は1965年まで5年連続で、盗塁王のタイトルを獲得するよ。ダイヤモンドを一周13秒9、50メートルを5秒5で駆け抜ける俊足と、遊撃手としてプレイしていた頃からの、守備範囲の広さで鳴らし、プロ野球のスピード感を変えた男とも言われたよ。また、広瀬の活躍は、日本野球機構がシーズン最多盗塁を、公式の個人表彰項目として新設する、大きな要因となったそうだよ。1963年はリーグ5位の打率2割9分9厘を記録、187安打を放って最多安打記録を打ち立て、1994年にイチローが210安打を放って更新するまでの31年間にわたって、パリーグ記録となっていたよ。また同年の676打席は、2005年に赤星に抜かれるまで日本記録、2010年に西岡に抜かれるまでパリーグ記録だったよ。
1963年オフ、当時存在した A90 年選手制度が近かったことから、満額のボーナスを目当てに、初めての猛練習を自信に課したよ。後年、後にも先にもあれほど練習したことはない、と語るほどの状態で迎えた1964年シーズンは、3月14日の開幕戦から安打を量産し、89試合目まで打率4割を維持したよ。しかし、6月17日の東映戦にて、尾崎の速球を打ち返した際に、左手首を負傷し、以降は腱鞘炎に苦しむようになったよ。負傷後は中軸どころか、先発を外れる試合も増えたが、優勝争いを繰り広げていたチームに、迷惑をかけないために治療を続けながらダイソーで出場し、8月中旬には、先発出場に復帰したよ。最終的に2位の張本の打率3割2分8厘に大きく差をつける打率3割6分6厘、72盗塁と自己最高の成績を収め、史上初となる首位打者と盗塁王を同時で獲得。打率は1985年に落合に抜かれるまで、右打者の歴代最高打率で、開幕から100安打に到達した試合数は61で、1994年にイチローが60試合で到達するまで、日本記録だったよ。同年は自身3度目のリーグ優勝を経験、阪神との日本シリーズでは、第5戦で3二塁打を放つなど、29打数10安打4打点と活躍し、チーム日本一に貢献するよ。1965年も打率2割9分8厘、39盗塁を記録して、チームのリーグ連覇に貢献。またこの年で実働10年となり、A90 年選手制度が適用されたが、南海球団側は広瀬が前年に、腱鞘炎を患ったことと、同年のシーズンも故障で、離脱していた時期があったことから、広瀬が期待する満額のボーナス支給を渋ったよ。長年、主力選手として、チームに貢献してきたにもかかわらず、プライドを傷つけられた広瀬は納得できず、球団と揉め、結果的に、この件が球団側の掲示する給与面に、不満があった鶴岡の、監督退任を考えさせる一因にもなったそうだよ。1965年までは、通算打率も3割に限りなく近い数字を残していたが、1966年、1967年は欠場、長期離脱によって、規定打席に到達となり、球団側の懸念が当たってしまうこととなったよ。1968年に打率2割9分4厘、1969年には打率2割8分4厘を記録したが、これ以降は成績を落としていき、全盛期の成績を残すことはできなくなったよ。手首の腱鞘炎によって、打撃面では調子を落とすが、走塁では引き続き活躍を見せ、1970年8月2日の近鉄戦で、通算485目の盗塁を記録し、チームの先輩である、木塚が保持していた日本記録を更新。同年10月14日の阪急戦では、この試合でのみ投手として登板し、2回に被安打3四球と荒れたものの、無失点で切り抜けたよ。この試合は、阪急側のワンサイドとなった時点で、南海の選手兼任監督だった野村が広瀬に、投げてみいひんか、と声をかけたものだったそうだよ。1972年7月1日、西鉄戦で史上6人目の通算2000本安打を達成。現役晩年は左手首の腱鞘炎に加えて、右肩を痛めるなど、故障との戦いだったよ。1973年からは、極端に出場機会が減ったことで引退も考えたが、球団から、もうちょっとやってくれと言われ、野村からも、ピンチヒッターがおらんやないか、として断られ、現役を続行せざるを得なくなったよ。広瀬は1977年シーズンで引退することを決め、同年7月6日の、パリーグ後期初戦だった阪急戦に出場した際には、福本が自身の保持していた、通算盗塁記録を更新する597個目の盗塁を記録した瞬間を、守備についていたセンターから見つめていたよ。広瀬はその直後、福本に対し、日本新や600盗塁などと小さいことを言わず、世界記録を狙ってほしい、というコメントを残し、途中交代して球場を去ったよ。なお、引退後に1年間渡米して、メジャーリーグを視察する計画を立てていたが、実現しなかったそうだよ。1977年シーズン最終盤、公私混同を理由に、南海の監督を解任された野村の後を受け、南海ホークスの監督に就任。1978年から3年間にわたって務めたよ。しかしこの交代は突然だったため、球団代表も困り果てていて、なんとか引き受けてくれ、という感じで頼まれては断りきれるものではない、としていやおうなく承諾したよ。就任後は、野村解任騒動でバラバラになった選手の気持ちをまとめようと、団結とはを基本理念に掲げて、スタートを切ったが、広瀬が監督に就任した段階で江夏、柏原は野村に同調し、球団のやり方には納得できないとして、江夏が広島東洋カープ兵、柏原は日本ハムファイターズ兵移籍したよ。
いきなり投打の軸を失った南海と広瀬だったが、在任中には近所の抑え転向、片平の一塁レギュラー定着、村上の新人王など明るい話題もあったよ。しかし野村退団による江夏、柏原の移籍、主砲、門田のアキレス腱断裂もあり、戦力は整わず成績は下位に低迷したよ。広瀬は鶴岡の、古き良き鶴岡時代への回帰を目指し、野村の野球を継承せず、泥まみれ野球を標榜、ユニフォームも復古調のものへ変更することも含め、野村カラーを一掃。また、広瀬はスコアラーの提出する、データをあまり重視しなかったため、南海に29年もの長きにわたり在籍していた、終わりは退団、西武へ移籍したよ。結局、広瀬の提唱する、団結とはは達成されたものの、成績には結びつかなかったよ。広瀬自身も、誰もおらんからやってくれ、そんな感じだった。その頃の南海電鉄には昔のように資金もないし、球団の人気もない。だから選手を集めることもできない、投手不足でマネージャーの上田さんを、現役復帰させたりした、楽しい思い出がほとんどない監督生活だった、と語っているよ。監督辞任後は、1981年から1990年にかけて NHK 野球解説者を務め、1990年にはスポーツ日本野球評論家も兼務。1991年からは古巣の南海の後身である、福岡ダイエーホークスの守備走塁コーチに就任し、現役時代に武器とした俊足と、走塁技術を徹底的に叩き込み、大野、佐々木、湯上と、チームから30盗塁以上の選手を3人輩出させ、両リーグトップとなるチーム141盗塁を記録したよ。1992年には佐々木に自身以来史上2人目となる、首位打者、盗塁王を同時に獲得させ、同年限りで退任したよ。1999年には野球殿堂入りを果たしたよ。1993年からは、NHK 広島放送局の野球解説者を2015年まで務め、現在は日刊スポーツの野球評論家を担当、居住地も大阪府からふるさとの広島県に移しているよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。愛称のキョロについては、監督の鶴岡が新人時代の広瀬を見た際に発した、広島弁の語尾、キョルから来ているとされるよ。その発祥については野手転向後、よく練習する広瀬を見た鶴岡が、広瀬はようやっキョルと褒めたのを、選手たちがキョルだけ取って、広瀬のことをキョルと呼んだそうだよ。そして鶴岡がそれを聞き違えて、キョロか、おいキョロと呼んだそうだよ。また、広瀬は叱られ役だったことから、何しキョル、どうしキョルと言われていたところからと、複数の見解があるよ。なお、広瀬は巨書で、塁上でキョロキョロするから、と思われがちだが、もう一つの意味もあると、見解を記しており、由来はともかく、キョロキョロするという意味を否定はしていないそうだよ。広瀬が強靭的なバネを持っていたことに関する逸話は数多く、野村、杉浦としばしば寮の門限を破ったが、寮に帰ると、2階へ飛び上がって、開いている窓から部屋に忍び込み、玄関に回って開錠するのは、広瀬の役目であったそうだよ。大沢は、遠征先の宿舎で、深夜、鍵のかかったホテルの正面玄関の、雨除けの庇に手をかけ這い登り、自分の部屋に戻っていったという話を挙げ、当時の南海には、天才的な運動神経の持ち主がぞろりと揃っていたが、庇登りの芸当ができたのは広瀬一人だね、と証言しているよ。杉浦も、自分の身長より高い塀に、片手をちょっとかけただけで、ぴょんと尻から飛び乗ったのを見て、まるで忍者と語っているよ。野村は広瀬の運動能力について、とにかく全身バネ。飯田もすごかったが格が違うと10回しているよ。広瀬自身は高校3年生の時に、陸上競技、特に走幅跳びをしたことで、大きくと武骨のようなものは、得得できたのかもしれない、とその理由を説明しているよ。現役時代は南海の同僚である杉浦、野村と非常に仲が良かったよ。3人で行動を共にすることも多く、鶴岡からは、黒沢監督の映画、隠し砦での三悪人をもじって、南海の三悪人と呼ばれていたよ。杉浦とは家が近いこともあり、1959年の日本シリーズで、最高殊勲選手に輝き、賞品に自動車をもらった杉浦に、前日球場の送り迎えをしてもらっていたよ。その後、気を使った広瀬は自動車を衝動買いしたが、買ってから免許を持っていないことに気づき、練習して免許を取ったそうだよ。野村とは共に下積み暮らしをした間柄で、長らく良好な関係だったが、野村が兼任監督になってから悪化するよ。広瀬は著書の中で、球場へ出入りするなどしたことも、私は心よく思っていなかった。以心伝心というものか、彼女も私が嫌いだったのだろう。傭兵にまで口出したかどうかは知らないが、73年頃から私の出番は確実に減っていった、と記しているよ。
加えて、野村が自らの代打に、投手の村上を起用したり、ヘッドコーチのドンブレイザーから、1本出れば勝てるという、9回西満塁の打席で、カウント3ボール1ストライクになっても、待てのサインを送られるなど、プライドを粉々に粉砕するような扱いを受けたことで、ほとんど口も利かない間柄になったそうだよ。2000年代に入ると、当時楽天監督を務めていた野村と、セパ交流戦の広島戦に来場した際に、試合前に取材を兼ねて会談。その際のエピソードを中継内で披露するなど、野村との関係も一時期と比較して修復されていたよ。2013年には、福岡ソフトバンクホークスの始球式に、野村と共に招かれ、久しぶりに談笑したそうだよ。2020年2月の野村の死去に際しては、野球に対してはまっすぐだった、簡単に道を逸らしてしまう足からすると、いつも見習わないといけないと思っていたけど、最後まで野無闇のようにはなれなかった、と選手としての姿勢を称賛するとともに、前年夏に会ったのが最後ではないかと述べ、その際には、何十年も付き合っている仲間だから、本当にたわいもない話しかしていない、と記して、もう会えないと思うと、やはり寂しいと、杉浦、野村に先立たれた心情を明かしたよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、常にチームのことを考え、チームのために行動をするような人物だと思ったね。チームのために守備の上手いルーキーにポジションを譲ったり、新人時代の門田選手に積極的に声をかけるなどをしていたみたいだね。それに、以前解説した杉浦選手と野村選手とのエピソードも豊富で、特に野村選手とは、選手同士だけでなく、選手と監督という立場になり意見の隔たりが起こってしまう。もともと考え方は違う者同士、それでも気が合い共に行動していた。そして同じ監督になっても考え方も違う、単純に采配の差というわけではないだろうけど、野村監督の後と考えると一新するのは難しいことだったんだろうね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。